はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理関東地方丸3をお送りします。で、前回ね、東京都そして神奈川県とやってきたので、その続きで今回も2個の都道府県を取り上げていきます。で、穴埋めは全部で6問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、C の都道府県からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっきも言ったように、前回東京と神奈川をやりました。で、確認しておくと、東京ここね、これ東京。で、その南、下にあるのが、これが神奈川です。で、それの東、右に行きます。ここです。で、ここの都道府県、まず名前からね、そこは千葉県でございます。千葉県ね。で、千葉県はまず県の多くの面積をホニャララ半島が占めています。で、その場所はどこかっていうと、ここです。これホニャララ半島ね。で、これ何半島か名前覚えておきましょう。房総半島って言います。いいね、房総半島です。で、それが占めていって、東京湾沿いの埋め立て地帯、これね、東京湾ここなのね、ここ東京湾の埋め立て地帯だから、ここです。ここ、こっち側にホニャララ工業地域っていうのがあります。で、これは東京の京と千葉の場を取ってると思ってください。それで、京に千葉の葉の葉っぱの葉だね。で、京葉を工業地域と言います。で、間違っちゃいけないのが、こっち側にもあったんだよね、東京の時にやりましたけど、こっちが、京浜工業地帯です。京浜工業地帯で、こっちは工業地域なので、ちょっと気をつけてください。いいかな。で、またですね、大消費地に近い条件を生かして、例えば千葉もね、もちろん消費地なんですが、東京があるからね、もうね、 いっぱい消費してくれる大消費地に近い条件を生かして、都市向けに野菜を出荷するホニャララ農業っていうのが行われています。で、こうね、都市向けに野菜を出荷するやつを近郊農業って言います。いいかな。これが行われていると。まずこれが千葉県でございます。で、ちなみにあれだね、東京ディズニーランドがあるのが、それが千葉県ですね。で、次に左上に上がりましょう。東京の上だね、すぐ上、北です。ここにある D の都道府県、まず名前から、ここが埼玉県です。いいね、埼玉県。で、埼玉県には政令指定都市があります、一つ。で、その名前がひらがなで埼玉市って、一個政令指定都市です。しかも、もともとですね、大宮なんかの3市が合併しました。これ大宮市、浦和市、与野市、これ覚えなくていいからね。この3つの市が合併して、今100万人を超える100万都市です。すごい大きな。で、それがあると。で、また、これ同じ答えね。1番と4番。1番なんで千葉県が入ります。ちょっと先書いちゃいますね。で、また、千葉県と同じ条件。で、何が同じかっていうと、大消費地に近いんです。東京のすぐ北だからね。で、近いと。だからその条件を生かして、都市向けに野菜を出荷する同じ近郊農業。これが行われています。で、それが盛んで、例えば埼玉だったらネギなんかがね、生産がとても多いというのを覚えておいてください。では、今回は社会の地理関東地方丸3をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回でね、ラストです。あと3つですね、ここ、これが残ってますので、ここの都道府県ね、やっていくんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。